これいただきました。これなんだかわかりますか？これはですね、猫ちゃん用のサプリメント、プロポリス、魚くれくれ猫さんからいただいてしまいました。茶太郎用にっていうことです。プロポリスはですね、蜂蜜の素材でできてる健康食品、人間も人もですね、これを飲んだりしますね。サプリメントの中でですね、非常に高価な、材料になるんですけれども、まさか猫ちゃん用のプロポリスがあるとは知りませんでした。ネットで見たらですね、ものすごい高くて、これ1本でですね、9000円ぐらいしてましたね。これをこれからですね、茶太郎にやろうと思います。茶太郎、今餌を食べてますけど大丈夫か茶太郎？これ、次これだからね、これわかる？なんか空くんも口内炎できてるとかソファーの方で言ってますけど、お母さん来たらちょっとやろう。このプロポリスですけども、開けて中は薄茶色です。匂いを嗅いでみると、栄養ドリンクっていうんですかね、オルナミン C とかなんとかエナジーのような匂いがしますね。プロポリスはですね、この注射器で 1cc とか 1.5cc ぐらいを吸い取ってですね、それを口の中に直接噴霧するというふうに教わりました。cc 量も今ここにですね、0.3cc ぐらいですね、入れました。色はこういう茶色ではなくて薄黄色みたいな色ですね。これからじゃあ茶太郎に口の中に投入していきます。そらくんのですね、膝の上で茶太郎で、じゃあこれからこのやつをですね、茶太郎の口の中に、こう横から、うわ、くさ、匂いが。どうですか、茶太郎。入ったみたいです。まずかった、茶太郎。俺、ごめんね。これで君が元気になってくれればいいんだけどね。さっき茶太郎にプロポリスを飲ましたんですけれども、おやすみタイムですね。茶太郎、夜はですね、こうやって寝てますね。暖房を切ってしまうんで寒くなるとですね、この猫ハウスに入って朝寝てますね。やたろう、それじゃあな、おやすみ。